はい、それではですね、今日は外ロケということで、現在カバン屋さんの方にね呼んでいただきました。井の屋さんっていうとこなんやけども、ブラックエンバー使ってたりとか、あとやったらスローとか、スローって革のブランドとか、はい、だから日本のバックブランドといえば井の屋さんなんよ、うんうん、っていうところに呼び出されましたんでね、今から行きたいなと思います。はい、では行きましょう。はい、はい、じゃあ上上がってきました。ね、ちょっとすごい感じになってるんで、まず見ていきましょう。今回ね呼んでいただいた、上田さんです。怒られるんかなと思ったら怒られるわけじゃないです。いろんなありますよって言ってね、紹介してもらうために来ていただきましたんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今あるのって言ったら3ブランドですかね、はい、そうですね、うんうん、でこちらがクリードっていうレザーのファブリックを、レザーのね、はい、日本製もあり海外製もあるっていうブランドなんですけど、はい、でこっちが、こちらがSML っていうブランドで、はいはい、ちょっとミリタリーっぽい感じなんですかね。あ、そうですね。でもともとちょっとリブランディングして、今はちょっと機能を追求するようなブランドに変更になってます、ね、なるほどなるほど、はい、で奥がまさかまさか、そうですね、得意のブラックエンバーっていう、はい、すいません、なんかあることないこといろいろ言うてる、いやいや、本当にいろいろ説明していただいて感謝してます。いやいや、ありがとうございます。じゃあさっきその SML から見させてもらってもいいですかね。ぜひお願いします、はい。これじゃあ全部防水っていう感じなんですかね。あ、そうですね。こちらの、シリーズのリオネルシリーズっていうシリーズは、防水性の強いコーデュラナイロンを使って商品。あ、コーデュラなんですね。はい、へえ。結構軽さもあると思います。軽いですよね。はい。めっちゃ軽い。ちょ片手で持ってみて。軽い。ほんまに軽い。軽いよな。へえ。この軽さ触る？ありがとうございます、はい、この止水ジップって新しい止水ジップですか。これね、止水じゃなくて、これ裏ファスナーって言って、ファスナーを裏使いしてるんですけど。なるほど、はい、これたまにあんねん、こんなポケットとかでも裏ポケット、こっちのケツポケットで裏使いしたりすることはね、うん、じゃあ一回水かけてみましょう、はい、あ、下がボトボトになっちゃう。全然大丈夫、すいません、申し訳ないです。あ、全然です。じゃあこれはもう防水生地っていうことですね。そうですね、はい。ファスナーのところとかはやっぱり水が浸水するんですけど、うんうんうん、完全防水ではないけど生地では大丈夫ですね。そうですね、はい、この中にポケットがあって、はいはい、傘とか、あと今男性も日傘とか差す方も多いんで、うんうんうん、傘とか、あとペットボトル入れる、うんうんうん、で外側のポケットにも一応ちょっとファスナー対応になるんですけど、うんうんうん、ペットボトルしっかり入れるっていう感じです。で、なんか小物も面白そうですよね、これ。あ、そうですね、ここに関しては携帯をつけれるような商材なんですけど、はいはい、キャンプとか行った時とかに、はい、なんか小銭入れといたりとか、はい、それでスマホを持ち歩いたりできるっていう感じですよね。そうですね、あと野外フェスとかっていうところにはすごく使い勝手がいいんじゃないかなと。でカードとか、あとスマートキーとかも入れれるんで、うんうん、でこれで夏なんでバキバキの体でこれやってみよう。裸にされる、海やん。その辺におるお姉ちゃんにちょっとかき氷をおごってさ、あーって。でこのメッシュの方は何ですか。そうですね、一応メッシュで、あと巾着として感じもできますし、はい、うんうん、持ち手もついてるんで。あ、そうなんですね、はい、これは井上さんのブランドなんですか。あ、そうですね、弊社がオリジナルで作ってるブランドになります。ここら辺もそうなんですか。そうです、こちらもそうですね。やっぱちょっとミリタリーな感じなんですかね、色味とかも。あ、質感もちょっとミリタリーっぽい感じの質感かも。これ防水ですか。あ、これは撥水です。あ、撥水で、はい、あ、これも中に入あるわ、ペットボトル入れるやつとか、うんうん、ビジネスが結構メインですかね、どっちかって言ったら。そうですね、こちらのシリーズはそうですね、うんうんうん、でここに関してはすごく面白い商材で、離れていくっていう。あ、離れる、はい、あ、ほんまや、はい、うん、これセパレートする理由っていうのはどういう。そうですね、一応これに関しては3つにセパレートするんですけど、はい、例えば PC だけ移動するときはこのリュックで。結構薄いけど PC だけとか書類だけとかやったら、うわっ、待って、これめっちゃいい。俺これめっちゃ好きやね。これブラックエンバーも採用してますもんね。あ、そうですね、マグネットでやらせていただいてますね。これをパチンとするの嫌やね。このマグネットでパーンってひっつくね。こんな感じでね、タブレットだけ入れたりとか PC だけ入れたりとか。今3層だったんですけど、はい、例えば2層で合体していただいて、はい、普段使う場合はこの2層で使っていただいて、うんうんうん、多分出張行くねんけど今回荷物少ないってなったりしたら、ちょっともうこれぐらいにしちゃってっていう。
ちょっと着替えをこちらに三層面に入れておいていただければ、いつでも急な出張でもそれを組み合わせればいつでも行けますよ。なるほど、すごい。これブラックエンバーってノースフェイスのデザイナーさんでしたよね。あ、そうですね、ナイキとノースフェイスでクリエイティブディレクションをやってた方になります。フォージですよね。あ、そうですね、タクトさんがいつも使っていただいてる。はい、これも同じく防水で感じですもんね。完全防水ではないけど。あ、そうですね、はい、で素材が少しずつ変わってますね。今、エコを意識したコーディラーナイロンを使ってるので、で前回よりやっぱり軽さが少し出てるんじゃないかと。あ、確かにそうかもしれないですね。ちょっとだけ軽くなってるかもしれない。うん、形は一緒ですよね。そうですね、はい。でこういうの、これって10リッターぐらい増えるんですか。そうですね、はい、10リッター増えるんやけども、見た目的にもうちょっとスタイリッシュな方がいいっていう人は全く同じタイプの格子20っていうのがあって、こっちの方がちょっとまあシンプルな感じよね。拡張しなくてすっきりいきたいのか、いや拡張していこうぜっていうタイプだったらこっちか。もう全く一緒。俺とかな、なんか動画で見たけど拡張しないのよあんまり。で 2way も使ってないね。やったら今考えればこっちでもよかったかもしれない。全然今考えればね、うん、そうなんですよね、よかったです。そうです、そうです。新型とかは、あ、新型で言うと一応この DEX シリーズっていうのが、はい、新型になります。この DEX シリーズっていうのは何ですか。こちらがツーリストとかトラベルとかっていう人にもってこいの商材 で、はい、で一応ボストンとリュックになる商材にはなるんですけど、これジムとかめっちゃいいかもしれない。あ、ジム僕ね、これ小学校6年から使ってるナイキのやつ、ちょっと今使ってるんですよ。はいはい、ちょっとこのショルダーに関しては別売りになるんですけど。なるほどなるほど、はい、これを外して、はい、でリュックにすると。リュックは、ね、実は別に。あ、これ手持ちでますね、これは。あ、そうなんですよ。ハイテクに慣れてないですね。でちょっとこちらの後ろにあるんですけど、大事らしい。されてね、はい、こういう感じで。これ結構容量でかいですね。そうですね、こっちで40リットルぐらいですか。45リットルあります、ね、45、はい、でもう一つ、もう一回り小さい30リットルっていうのもあるんですけど、はい、でそれがあちらにあるんですけど。あ、はい、ちょうどいいサイズ、はい、うんうんうん。ここのさ、ハーネスをガチンってやったらめちゃくちゃ密着してる、体にこうしっかりこう密着してるから、あんま重さ感じひんかもしれないな。うん、見た目大きいんかもしれないんだけど、背負ってる本人はそんな大きく感じひん。これまた売れそうで人気出そうですね。そうですね。あと先ほど言われたようにシューズを入れるポケットとかがついてるんで、ジムとかに、あと旅行で靴を着替えるとかっていうのもすごく便利な感じだ。そうやな、はい、出張する時とかってさ、革靴やったら疲れるからさ、スニーカーも持っていきたいってなったりするやん。俺ら去年日本一周行ったけどさ、あ、これですかね。そうですね、そこを開けていただきます。おー、はい、で今シューズ入れさせてもらってるんですけど、へー、すごい。逆側にもちょっと別売りになるんですけど、はい、ボーダリングキットっていうインナーカバンを入れれるようなポケットサイズになってますので。あ、これが別売りなんですよ。あ、これなんですね。もう外していただければ。あ、はい、はい、ルイだ。iPad とかが入れれるようになってるので、登場の時、検査の時ですよね、いちいち出さなあかんから、ね、はい、バッテリーですかね、うん、はい、機内はじゃあこれでいきますって、はい、閉めちゃってみたいな、はい、でこれ預けて、ちょっと30リットルの背負ってみてもいいですか。ちょっとこのヒップベルトっていうのがついてたりするんですけど、別売りのここの、はい、あ、はい、そうで、個人的にかっこいいなと思うのが、ブラックエンバーのカスタムってこれを入れたらもうめっちゃ差し色なんねん。確かにオレンジっていうのも、そこ見て、ん、あ、差し色になってるやん。これ色は他あったりしますか、はい、オレンジ以外は。一応ね、今は黒とオレンジの2色ですね。で、フォージっていうモデルのベルトだけコヨーテっていうちょっとベージュっぽい色つけさせていただいてますね。なるほど。後ろの方に PC とかはしっかり入れれるようになってたりします、ね、これもう完璧やん、このバッグ、はい。カバーですかね。そうですね、こちらがクリードっていうブランドで、一番ブランドとして長くやらせていただいてるっていう感じですね。そうですね、はい、ちょっと脂肪感のあるようなこういった感じの風合いがあったりとか、あとこうビジネス系のきれいめながあったりとか。こちらの色違いです。
困難があったりとか、うん、キャンバスにちょっとコーティングしてる。へえ。結構財布が強いブランドだったりする。クリードって。うん、色が綺麗だね。うん、あんま見えへんわこういう色。そうそうそう、ああメロンみたいね。うん、かわいい。うん、かわいい。これレザーはなんか独特ですね、このレザー。そうですね、国内とか海外のレザーを今のシーンに合うさまざまな、うん、あのレザーを使わせていただいて作らせていただいているブランドになります。ちょっとこうなんかマットな雰囲気もあればきれいめな感じのやつもあったりとか、ちょっと違いますもんね。はい、いいよね、このなんていうの、このくたっとしてる感じのさ、グローブみたいな感じのと思ったらこっちはちょっときれいめなテイストやから、うん、全然また雰囲気違うし。なんかクリードで上さんおすすめとかありますか、はい、これいいよみたいな。でもこの今ネックポーチっていうのがすごく売れてて、でやっぱりあの携帯をザクッと入れれるっていうのは今のあのシーンによく合うんじゃないかなっていう感じです。確かにこれだってね、上さん一回ちょっとつけてもらってもいいですか。めっちゃ似合いそうですもんね。めちゃくちゃおしゃれやんな。うん、完璧や。結構簡単に携帯をパッと入れれたり、うんうんうん、で財布とかも入れれるんで、すごくいいんじゃないかなと思います。ちょっとデートの時とかシャッと。へえ、すごいね。ありがとうございます。はい、で最後はこの辺ですかね。こちらはね、あの、はい、まあ、SML の小物っていう感じなんで、うんうんうん、はい、使わせてもらってます。あ、本当ですか。はい。はい、昨日もあのセブンイレブンで使ったよな。あこういうちっちゃいの可愛らしいですよね。そうですね、本当に小物入れてっていう、ちょっとあのリュックのところにつけれたり、あ、こういう感じでね、うん、リュックの時とかに。ちょっとまだ出てないやつらしいんやけど、うん、ね、月末にちょっとドンチさせていただくバッグ、ブラックエンバーの。そうですね。これは何用なんですか。ちょっと大きめのショルダーっていう感じなんですけど、あ、はい、タブレットとかもまあいけるっちゃいけるしっていう感じか。で中にこんな感じで、全て計算されてるよなこれ。ポンって。で、マグネットと、結構厚みある、ね。うん。で、リップストップナイロンでって、うん。リップストップナイロンで何か覚えてる？なんかわかんないけど、穴が開きにくい。ああ、そうそうそう。あの穴開いても止まるっていうね。はいはい、避けないっていう。もう困難があったりとか。あ、これが ね、 これね、あのインナーバッグで別売りにはなるんですけど、はい、一眼レフとかが入れれるような。これちょっと今別動画で入ってると思うんやけど、うちのチャンネルカメラ好きな人も見てるから。そうなん、うん、でカメラってのはほんま高いからちゃんとこういうの入れとかんと。ブラックエンバーのいいとことか SML とかいいとかって、あの防水とかいいんやけど、うん、カメラ入れられへんのがずっと悩みやって、みんな。へー、そうだ、これ外してやるのもできるし、これを入れておけば、うん、その自分の一眼に合ったような形で入れれるのよ。そう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 。すごい。これがね、あの、うん、今出てるモデルなんですけど、こちらも今縦型のモデルで結構しっかり量が入るモデルなん でここにあの500のペットボトルがしっかり入るっていう感じと、で、裏には iPad とかしっかり入れれるような感じの別ポケット。iPad ミニみたいな。あ、そうですね、はい、鍵をつけれたりっていう感じですね。なんで、これにスマートキーを入れておけば、あのこのままパッと車に乗ることができるっていう感じですね。でこれあの外れるようにもなってますので、へー、はい、家の鍵とかであって全然問題ない。でパッと持っといて、まあ、これぐらいかな長さ的には。そうで、うんうん、で、まあ、前やからアクセスしやすいしね。これパッてやってパンって取って鍵でピピってやってもいいし、もうスマートキーやからさ、持ってて車のノブってやったらもうピピって開くからいいじゃないですか。そうですね、そこあの携帯とか入れていただいて、でモバイルバッテリーのコードをあの前そこの穴から通すことができるんで、はい、ここからこれさなんか裏方になってきたで、ほんまはこんなマイクでやらへんやんか、こんな YouTuber しかこんなことしないから、普通はこの中に入れるのよ、うんうん、スマホをな、うん、そしたら線も見えてないや、うん、やけどずっと充電できてる、うん、君の iPhone はもうずっと充電がないって言ってますよね、はい、ほんなら充電しなあかんって言ってるやろ、うん、そういう時はそういう風にやったらいいし、うん、YouTuber の人はこういう感じで、はい、音もらいます、うん、っていう風にもできると。すごい細かいところで考えられますよね、うん、そうですね、はい、この後、まあ、何が一番気になったかちょっと見ていこうか、はい、もう一周僕
一番衝撃やったのはやっぱそれですかね。分解するやつ、まあ、確かに人によったらあの置きっぱなしでもできるし、分解せんへん人はもう一生負担にしとったらいいやけど、これってやってるとこあります？他にあんま見ないですよね。そうですね、拡張するとかっていうのはちょこちょこあるんですけど、うんうんうん、他のところも あんまり見ないかな。へえ、まあ、これ面白いなと思うし、こういうなんか、ああでもかっこいい、こういう右手だけでアクセスできるとか。あ、それ右手だけでできるんですね。そうなんですよ。僕ちなみに左利きなんですよ。あ、そうですか。だからどうアクセスしていいか分からないけど、逆でやけど、逆にこうしていただければ、はい、あ、そう、そう、左利きですもん。あ、そうですね、はい、こっち側で、あ、アクセス、ほんまや、はい、おー、いけたやん、すごい。だこれちゃんと曲線になってるから、うん、肩にも負担ないし、普通こうまっすぐやからさ疲れたりするけど、まあ楽勝で入るな、これは長財布は、うん、いい感じやんな、うん、不意に上田さんがなんか、まあ、これいいんですよとか言ってもっと早く言ってくれんとそれね、上田さんね、すいません、いや、すいませんで次ブラックエンバーやったらデックスシリーズですよね、はい、このデックスシリーズはちょっと注目ですよね。荷物いっぱいあったりとか、シューズも小分けがあったりとか、これあの使い勝手いいからこのまま使ったままいきますこれやっぱちっちゃいのってやっぱ使い勝手いいよな。ちょっと短めに行きたいな、長めに行きたいなってなったら、まあこういう感じで、ちょっとこれややこしいかな、まあこれでいったら、はい、というのがまあ僕の中で印象に残ったところですけども、なんか嫁蔵さんなんか印象に残ったとかってある？あ、ブラックエンバー、うん、あ、いいやいいや、めちゃくちゃ似合ってるやん。ちょうど女子にそれぐらいの大きさいるんですよね。女の人は昨日説明されたから防水量とかいっぱい入るって言ってるから嬉しい。それ以上のうんちく聞きたくないでもゆっくりポケットがあるから本当にいいと思う。はい、ということで見させてもらったんですけども、まだまだこれから新作とかも出てくる感じですか？あ、そうですね、ブラックエンバーもあれこれからしっかり新作が出てくるんで、今ちょっと型数が少ないんですけど、よりシーンに合わせたあの商品がしっかり出てくる。あとこの SML とかもどんどん新作が、そうですね、はい、これやっぱバッグ屋さんならではのアイデアがいっぱいありますもんね。そうですね、どちらかというとファッション性とあの機能性っていうのを融合しているのがあの僕らのブランドなんで、はい、ちょっとブラックエンバーの価格より少し安めで出れてるっていう感じですね。そうですね、で、まあ、レザーの方もあるし、あ、そうですね、はい、で、スローさんもあるし、はい、ってことですもんね。バッグなら何でもできるので、これからもよろしくお付き合いよろしくお願いします。あの、ディスらないのでよろしくお願いしますということで、はい、ということで、まあ、今日はね、犬屋さんの方に行かせていただいて、いろいろバッグとか見させてもらって勉強になりました。これからあることないこと言わずにね、ちゃんと上田さんに確認取って、これ合ってますよねって確認取ってやっていきたいなと思いますので、ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。